ははい皆さんこんこにちはバイイイトサズズジャパニーズのレイラです今日は、まあ、車の運転で、まあ、皆さんの国と日本と、まあ、違うかもしれないけど同じかもしれない、まあ、ルール、ね、についてちょっと話したいなって思います。でまあ、もともとね私は車について全然詳しくなくて私の、えー、両親は車を持ってなかったので 正直ね全然車に興味がなかったんですけどまあ去年ね、えー、車の学校に通って免許を取りました車の免許ね、えー、日本ではこう学校に行って勉強して練習して車の免許を取ることができるんですね。で、まあ、それからね。 まあ時々車をレンタカーで借りて運転しててまあ今田舎に住んでるし車あったらいいなと思ってちょっと車買いたいなっていろ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 調べてるんですけどそれでねまあ車ね日本の車のルールって多分ね皆さんの国と全然違うところがあると思うんですね。まあ、なのでね今日は私が ちょっとこれ面白いなって思う日本の車のルールについて運転のルールねちょっと話したいなって思います。でまずね、まあ、一つ私がすごく思うのは日本ももちろんこう道に、えー、速度制限がありますスピードリミットね速度制限あるんですけどまあみんなだいたいプラス 十五キロめ、十五キロとか二十とかで走ってる。うん。で、まあ、日本は高速道路ハイウェイ以外は、まあマックスで一番速くて時速六十キロメートルね。時速っていうのは一時間あたりの速さ、一時間で何キロメートル走るかを時速〇〇キロメートル。 と言います。で、まあ時速 60km がマックス最高なんですけど、ほんとね。みんなプラス15とか20で走ってます。うん。本当みんなそうなんだ。だから私があこの道は時速 60km ね。はい、わかりました。で、60km で走ると本当ね。後ろがもう車でもうもういっぱいいっぱいになって。 だからあ後ろのためにも早く行かないとやばいみたいなそんな感じねだからおかしいよね <laughs> でもうほんとみんなこうスピードオーバーしてるから多分警察もそんなねあまり見てないんじゃないかなわかんないけどでまあハイウェイこう高速道路はえっと確か100キロ 時速 100km がマックスなんですけど、うん、まあ110とか120とかで走ってる人が多いでもそれよりも速い人は多分そんないないと思いますねあとはまあ日本の高速道路はあのお金が必要ですね私がオーストラリアに行った時は高速道路でお金を取る道路は まあ見なかったんだけど日本は大体いいお金がかかりますだから ETC が必要ね ETC ってその高速の道路に入る前にこうゲートがあってでそう車にそのクレジットカード ETC カードを入れるとこうピピンってゲートが勝手に開くんですねであの高速道路に入れますそんな感じかな で結構まあ高いですね。他の県とか他の町に行くんだったら本当高速道路でもう1,000円とか普通に必要ですよね。でああ私がね面白いなって思うのはやっぱり日本人って本当ね速度スピードは速度ね速度を全然守らないんだけど、まあ、一つ絶対 守るルールーがあってそれが人や車が通る道に電車が通る道があってこう黄色いレバーが下がってますよねカン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 って言ってこの棒が開いたり閉まったりしてあれ踏切って言いますけど日本は、ね、踏切がいいっぱいあります、まあ、オーストラリアなんかは私が行ったアデレードの街は踏切が全然なくって。 一つすごくもう車のメインのめっちゃ広い道に踏切があるってことがあったけど日本では逆にすごくね田舎とかに細い道とかに踏切がたくさんあります。であの踏切でこう車はね絶対止まらないといけないんですね。こう踏切がこう棒が上がってて電車が来てない。 でも、踏切では、絶対ね、一回車は止まらないといけない。というルールがあります。私もね、これ。あの車の学校で勉強しました。電車が来てなくても。踏切の前で、絶対に一回止まって、それから、ゆっくり踏切に入らないといけない。これはね、本当ね、なんか知らないけど。 みんなこのルールは守っていてでもあのあとね、まあ、あと私が他の国と日本で違うなと思うのは日本って多分やっぱり道が狭いからかなだからこう道路道に車を止めることって基本は 普通はダメなんですよね。もちろん止めてもいいってサインがあるところは道に道路に車を止めてもいいんですけど普通はあんま良くないしちょっと止めたらすぐ出ていかないといけない。だけど結構、まあ、私がね行ったことがある国がベトナムとオーストラリアとイギリスしかないんだけど。 オーストラリアとかイギリスは結構こう道路に車を普通に止めてますよね例えば自分の家の前の道路に車止めてますよねでこれは日本では絶対にないですうんまあみんなね一応車を買うなら駐車場を持ってないといけないんですねでその駐車場は 道路だとダメなんです。まあ、今私もね車買おうと頑張っていろいろ調べてるんだけどやっぱりねこのアパートの駐車場をまず契約しないといけない契約するっていうのは、まあ、トゥまあコントラクトねこうお金を払って、まあ、借りないといけないんですよね。うんだから、まあ、それはね、すごく大きな、 違いいだなって思います、まああとはどうかなまあ私は2年半前はねあの京都に住んでたんだけど今岡山県に住んでるんだけどやっぱりなんかねこう日本の中でも県によって場所によってドライバーのこう運転する人のちょっとね違う気がする。 なんかね、今住んでるところは多分田舎だからなんだけど、田舎の狭い道をすごいスピードで、しかも私が歩いてるすぐ横をビュンって走る車が結構たくさんあって、えマジでみたいな。怖いんですよね。それは田舎でも岡山県は特にそれがあるみたいです。うん、なやっぱなんかね、日本の中でもこう場所によって、 人のなんか,考え方とかこうなんんかか違うんですかねで日本には特に田舎だと道路に人が道路を渡れるような白いし々のストライプの線が書いてあるところがあって信号はないけどこう人が渡ってもいい場所があるんですね。もちろんね自動車学校では そこにね人が待ってたら車は止まって人が渡れる道路を渡れるようにしましょうって習うんですけど勉強するんですけどほんとねです、うん、でなんかアンケートによると岡山県では80%の車が人が待ってても止まらないって聞きました。 でも逆に確か長野県かなはくくららいいの車が止まってくれるらしいです。だからなんかこう県によって全然ねそれが違うのが面白いなって思いました、うんまあ、私のね妹がそういう日本人のこう県による性格の違いっていうのを調べるのが好きで。 もちろんねなんかどこまで科学的こうサイエンス科学的信じていいかどうかはあの問題なんですけどこうやっぱそういうね県による性格の違いとかってこうなんかね聞いたりするとすごくね面白いなって思うので私はねちょっと好きなんですねはいまあ今日はこんな感じかななんか皆さんの国の車のルールと違うところとか ありましたかどうかな日本に来たらねもしかしてあの皆さんの免許で車の免許でねあのレンタカーが借りられるかもしれないのでもしね借りれたらぜひ運転してみてください楽しいと思いますはいまあ、今日はこんな感じで終わろうかなじゃあお疲れ様でしたいつもありがとうございますまた次も聞いてねバイバーイ。